ってよ。熱くはない。いや、あのショールーム中にゲームしてたら普通に熱いかなぐらい。寝忘れだったし、普通に昨日ロンティー着てたね。ロンティー昨日は。なんかさ、集中したらさ、集中してたら暑いから扇風機つけてる。けどつけたらつけてて寒いんだよね。寒いけどつけてた。衣替え、いや衣替えまだしてないんだよね。衣替えはしてなくて引っ張り出してきた。引っ張り出してな、衣装ケース、衣装ケースっていうの、なんかボックスに入れてて、そこから出してきた。ピューしてたら、なんかゲームしてたらってかさ、集中してたらさ、なんない、体温上がんない。そういうことなんだけど、ニットに入れるとスイッチに入れる。それあ、確かに。あ、でもちょっと違うわ。濃かった、だいぶスイッチの方が。うん、寒くても扇風機つけて。いやでも最近は扇風機つけてない、結構寒いから。なんか少し涼しいぐらいだったら扇風機つけて寝るけど、なんかそれが好き、寒くして寝たいから。でも最近は普通に寒いから夜寝るとき全部気つけてない。このサイズはかなり大きいかな。でもこれフリーサイズ、S とか M とかじゃない、フリーサイズ確か。うん、メンズものではないよ、普通の。暑がりで、暑がり、分からない。分からない。でも寝るときはなんかちょうどいいぐらいのさ、気温じゃなくって、少し涼しいぐらいの気温で布団とかを着て寝るのが好き。なんか布団で寝るのが好きだから、布団なんていうか、布団かぶって寝るのが好きだから、暑くてもそうしたいから扇風機つけて、冬も寒くしたいの。え、なんか普通に寒かったらつけないんだけど、涼しいぐらいの気温だったら扇風機つけて寒くして寝るのが好き。あ、てかね、昨日マイクロカードを入れてですね、スイッチにエーペックスを入れたんですよ。でまだダウンロードしただけなんだよね、実は。私さ、今日何分から閉めたっけ、ショールーム。1時間ぐらい今日もしようと思ってるんですけど、そう、ダウンロードした。ちょっとなんか設定しようかな、今から。してなかった、普通に今思い出した。7分から、じゃあ11時10分になったらランキングも、なんか設定しなきゃいけないよね、多分。初めちょっとだけやってみようかな、やったことないんですけど、初めてやるんですけど。あら、データのダウンロードが終わってません。どういうこと？え、やってたじゃん、ダウンロード。ん？ちょっと待って。ダウンロード終わりましたって言ってたんだけど。ちょっと待って、今設定。設定かな？なんか画面が出て。できるね。
あ、そういうことか。あれ？ちょっと設定してる。ちょっと待って。どこ行った？オッケーで、これで打つのめんどくさいな。見て、なんだこれ。ちょっと待って、今設定をしてます。これでいいのかな。もうそういうこと。どうしたらいいんだ。消して、なんかユーザー名みたいなのを決めろって言われてるから、ちょっと待ってね。今ユーザー名を決めてる。これどうだ。あら、ダメだ、これいるって。ちょっと待って、今設定なんかダウンロードできてたっぽい。なんかよくわかんないんだけど。今設定してる。エイペックス。あれ？あれ？なんか戻ったんだけど。ん？ん？私さっきこれ打ったはずなんだけどな。まあ、いや、もう一回しよう。あら、次へ押せない。どういうこと？こうやって。あら、私さっきやったんです。まあいいや。あれ、なんか戻る。うん？アカウントの作成みたいな感じのやつをやってて、設定したらなんか123ってあって、それを終わってその3まで打ったんですけど、
もう一回1に戻っちゃって、ちょっと待ってね、よくわからない。ユーザー名を決めるんですけど、で何をアップしたか、あれ、ユーザー名を今は打ってる、で確定をして、え、なんか戻る。よくわからないよ。え、なんかコントが作ろうとしてやってるんですけど。あれ、3まで打ったら戻るんだけど、なんか1にまた。一回切ってみるね。もう一回始めてみようかな。終了して、今終了した一回。よくわかんない。同じ名前使、いや、同じ名前使ってるみたいな表示がされない。そのユーザー名でしょ。いや、1、2、3まで終わらせて、1打ったら次、次へ押したら2に進むのね。で、それで3まで終わらせて、それで終了みたいなボタンを押したんですけど。また1に戻るんだけど。なんでだ。使用できない文字だったら多分ね、その時でこの文字が文字は使えませんみたいなの出ると思うんだよね。違うの、普通に進むの3まで。でも3が終わったら1に戻るんだよね、なぜか。ちょっともう一回やってみる。公開 ID、 ユーザーネーム、ユーザーネーム、固定をして、クリア。次、どういうことだ。あ、違った、ね、B ボタンの、消すの B ボタンだった。何がダメなの？間違った。確定。じゃあ。
どうしようかな。これでこれじゃない？このユーザーネームはすでに存在しています。さっきのやつと変えたら。じゃあ。これもいるの？むずで、どうだ、これで OK 済んだ。どうしようかな。今日早起きしたからさ、眠いあれで、ここの設定に押して同意しますのやつを押して続行を押す。あれ、問題が発生しています。ん、なんか違う、なんか今まで出なかったもんやつが出た。画面が、申し訳ありません、現在技術的な問題が発生しております。後ほどやり直してください。後ほどやり直せって言われちゃった。あれ、じゃあ後ほどやろ後ほどやろ。後でやりました。よく分からなかった。これの初めてやったからちょっと、いや、またでしょ。怒ってる、怒ってないよ怒んないよ、こんなんで。よいしょ、画面拭いとこう。なんか設定がうまくいかなかった。ちょっとなので、またちょっと時間を置いてやりますね。いや、ダウンロードはできてると思うんだけど、ダウンロードできてなかったら多分設定できないと思う。ちょっとまた後でやってみて、なんか分かんなかったら調べてやってみよう。どうしたら、あー、どうだろう、わかんないや。とりあえずやってみて、無理そうだったら一回消してまた入れたら。わからない、ちょっとまたってゆっくりやります。設定を、ぴよぴよ今から？あ、ぴよぴよする？確かに。私10分にランキング持ってたでしょ。30分、40分ある。いける。いける。30人いける。確かに。あ、間違った。エペックスしちゃった。いける。一回でうまくいけばね。それが、そうそう、なんかこういうやつ、なんか普通だったら多分ここがキュッてなってるんですけど、こうなってるんですけど、こういうやつなんですよ。
可愛い、それが広くて、いつもと同じモードで、ちょっとチャレンジモード、チャレンジだっけ、一人で競ってもちょっとつまんなかったのでちょっとやめとくわ。ゲームスタート。よし、始まった。今日はいけるかな、今日こそは。あ、でもとりあえず30人目標、とりあえずね、配信では30人を超えたことが今までないみたいなので、知らなかった、違う、気づかなかった、あると思ってた、ずっと。なのでちょっとそれ目標で、超えることが目標。2、3、4、5連鎖、いいじゃん、倒した倒した。まず1人目倒した。そう、30人がないので、今まで配信中に達成したことが、なので目標は32。今までの最高記録は35だけど、配信ではないので、それをちょっと超えれるように。あ、そうだ、早く積まないとなんだよね。早く積まないといけないから、いけない、負けちゃうから、早く積む、ゆっくり積んでた、普通にいつも通り早く積むわ、早く積む。2連鎖、それでこの間負けちゃったから、早く積むの普通に難しいんだよね。まだ1人しか倒してない1、2連鎖エイペックスはね、まだダウンロードしかしてない状態、設定何もしてないので、でなんかエラーが起きたっぽくて、なんかよく分かんなく、通信状況が悪いのがよく分かんない、なんか技術的な面でエラーが起きましたみたいなのが出てしまって、ちょっと設定ができなかったので、後ほどやり直してくださいって出たから、ちょっとできなかった。なのでまた今度設定してからやります。そうだから今日はできない。無理だった。3連鎖、今は3人抜きですね。早積みしてる今早積みしてるけど間違えそう。2連鎖、早積み、3連鎖、
積みたかったのに消してしまった。もう少し積みたかったのに、なんか消せってことだったのかもしれない。3連鎖。よし、で2連鎖。まあ、何連鎖やったんだろう、私全然見てなかった見てなかった。今は5人抜き。5人。1、2連鎖。2連鎖だね。2連鎖か、ちょっと置き方ミスった3連鎖。2連鎖だった。3連鎖かと思ってた。早く積む。もうすぐ忘れるから早く積む考えながら湧いてた。え、ちょっと待って、連鎖起こされた。え、ちょっと、え、負けた。え、え、誰相手。あ、スケトウだら。え、でも2連鎖、え、2連鎖なのにお邪魔ぷよのところが赤になってた。ってことは同時に消した。ぷよ消した数110。わからないな。110。わからない。え、赤になってた。お邪魔ぷよの落ちてくるやつが伝わるかな。左上に出るやつ。違う、自分のあのお邪魔ぷよのゲージみたいな。もう一回やろう。ちょっと10にも行ってなかった。6ぐらい。スケトウダラにやられた。2連鎖だったんですよ。同時に消した。ん、同時に消したとか。まだいけると思ってた、さっきそんな感じが全然しなかったから。3連鎖1人目倒しました。早い、今回は1人目倒すのがさっきより。消えちゃうからこれで。2、3、4、4連鎖。さっきみたいになんないように早く積もう OK 2人目は通せるね、もうこれで。早く積もう。もう30人抜き配信でさ、30人抜きできる日が
来るのか危ういレベルなんだけど普通に難しい。喋りながらすると余計にね、むずいね。早すぎ、間違えそう。早すぎ、間違えそうになるんだよね。置くの間違えてるけど、よく連鎖を起こしたいんですけど、2連鎖、うん、連鎖が起きない。で、そこで置いて、ここに置いてですか。で、今は3人抜きです。お、倒した。4人目。1、2、3、3連鎖。危ない。おジャンプ行きそうだったけど、タイミングが良かった。消したタイミングが損算した。私が消し始めたタイミングぐらいでおジャンプの相手が消してて、タイミング良くて大丈夫だった。詰めすぎたかもしれない。消したい、消したいんだけどな。1、2、3、4。お、4連鎖消えた。2連鎖。3連鎖。オッケー、倒せそう。4人目、4人じゃない、7人目。全然違った。今7人抜きです。これさ、お、めっちゃ消えた、めっちゃ消えた。よかった。多分倒せた。うん、OK。8人目すぐ倒せた。で、ここで、ここに積んで、ここでしょ。3連鎖かな。3連鎖。今はまだ
8282。2連鎖1233連鎖がこれでこれでここに置いて、そうだな、あ、そうだ、早積みね。考えて置いてたら早く詰めないから、早く詰め早く詰め、すぐ困っちゃうから、考えておくのも大事だけど、ちょっと今は早く詰めたいから早く詰め。ちょっとなんか ん強い、いやそこまでか。4連鎖早く詰め。どうした、何人目、今10人抜きです。いや30人長い、まだだ、まだ全然だ。あ、残り刺された。1233連鎖総裁だね。早く積んだ方がいい気がする、この相手、そんな気がすごいする。ゆっくりやってたら間に合わなくなっちゃいそう。2連鎖、あ、やばい、あ、なんで今連鎖起こしちゃったんだろう。倒した瞬間に連鎖、3連鎖しかも、連鎖じゃなかったらいいんだけどさ、別に1個しか消してないとかだったらめちゃくちゃ無駄相手がいないタイミングでしてもね、無駄なんですよ。やってもお邪魔ぴょーがいかないから、ただ消しただけタイミングが悪かった、そう、ただ消しただけになっちゃうの。せっかく消したのにおじゃまぷよがいかないっていう。3連鎖、うん、どうした、早っ、言わないで、すぐ倒せた。もったいないね、もったいない、せっかく消したのにねお邪魔ぷよがいかないっていう。あー強いな、この相手。3連鎖早積み頑張んないと、間違えないようにして早く積むのが難しい。早く積もうとしたら間違えちゃうから難しい。あ、連鎖してる、やばいやばい、え、待って待って、負けた、絶対負けた、え、連鎖された、消そうとしてたのに連鎖で、3連鎖175プヨ消した数、トータルスコア6119。分からないな、見ても相手の記録ね、さっきの12人、やばい、ダメだ、今日やめとこう。勘で積む、勘、いや、あの、なんか積み方は最初は階段で積んでいって、少ないから積んでいって、階段で積んでいって、でもだんだんとかできなくなるから、順番通り落ちてこないから、で落ちてきたのを
なんていうのかな、なんか書いてわかりやすいか、ペンがあるから、色4色あるから。最初は階段で、階段積みなの。あ、階段2個とか、でも大体2個かな、2個とかで。なんかこんな感じで積んでいくのよ。でもだんだん積めなくなってくるから、たくさん来たら、なんて言ったらいいんだろうな、よいしょ、なんか適当に丸描いたいか、こんな。でもこれでも綺麗に積んでる方だな。こんな感じになってきたら、次は赤と青が、赤と青が落ちてきたら、赤と青が落ちてきたらここに積んで、青ここみたいな。あ、逆だな、逆、赤と青逆だ。こっちが青、こっちが赤。あ、ミラーボールありがとうございます。ミラーボールだ、ありがとう。ちょっと待って、赤とは逆で描いちゃった。逆3つぐらい重ねて、あ、4色あれないとあれか。なんかさ、ぐちゃぐちゃにさ来た時、もっとこんな、こんな綺麗に来なくてみたいな時は、どういう時かな。難しいんだけど書くの。4色ぐらいないとわからないわ。こういう時すごい早してた、適当に書いちゃった。これあ、これで、これは連鎖は起こそうと思ったら、そうだね、これで連鎖起こすんだったら、次は あの青と緑が来た時、青と緑が来た時に重なってきた時に、ここに青を置くのね。まず 青の下に来るように置いて、で上が緑ってしたら、あの消えるのがさ、ペンペンペン、ここが消えるじゃん、4つで消えるじゃん。で落ちてくるじゃん、落ちてきたらこの緑がこことこことここで消えるのね。でそしたらこの赤が重なってるから、こことここで3連鎖だね。3連鎖置きます。適当に書いたんですけどこんな感じに来たとするじゃん、2列でね。超適当に書いちゃった。そしたらで青と緑、違う、黒と、この場合に黒と赤とかが落ちてきたりしたら、ここに黒持ってきて、なんかこう、こう分かる、黒なんかここに書けばいいかに、こんな風に置いてる、いつも。ここにできるだけこの列、この列同じ色が来るように、これもだけ、まあ、青は適当に描いたからあれなんだけど、置く場所がなくてこの場所に置いたパターンね。青は黒同じ列にできるだけ多く、そうすると連鎖が起こしやすくなる。ちょっとこれは起きないけど、まだこうあの3つ
あんま書いてないから置けないんですけど、これみたいな感じで置く。おじゃんぷよ、あ、おじゃんぷよ落ちてきたら落ちてきたで、黒がおじゃんぷよだとしたら、ここに落ちて、ここに書いて、なんか消そうと思っててみたいな時、なんかないかな。よいしょ。どう書いたらいいんだ。検査が起きるように書くの難しいな。なんか積んでる時は、あ、起きるなとか思う、わかるけど、こう書けばいいか。で、あ、これが黒がお邪魔ぷよだとするじゃん。でしたらもうお邪魔ぷよを利用しておいたりとか。ちょっとこれだとあれだわ。え、どうやって動こうか。ちょっと赤と青と、そう、足して連鎖が起きるようにこうやってこうなってるとするじゃん。黒がおじまぷよね。で次緑と青が落ちてきました。次はここに緑、え、うん、ここに緑が落ちるようにして、緑と青の2つくっついてるやつね。でここが青置いたら、ここが消えて、ここが消えるからこのおじゃまぷよも消えるのね。このおじゃまぷよが隣で消してるから消える。おじゃまぷよが消えて、ここに3つとか、3つとか2つ置いて消えるじゃん。で赤も消えるの。だからこれも3連鎖だね。この青が消えてるから、こことここ3連鎖。そんな感じで置いたりとか、お邪魔ぷよを使って連鎖するように置いたりとか。まあでもおじゃまぷよがたくさん来たら無理なんだけどねおじゃまぷよを来ることを想定して積まないからさ、そんないつ来るかなんて分かんないから、いつ相手が連鎖するか、まあ、難しいんだけど、できるときはこうやってみたいな。おじゃまぷよはそう、隣で消したら消える。隣とかこうおじゃまぷよに接してれば上とかでも。こんな感じ。分かんない。でも私がなんか中見てやってるわけじゃなくて私がこうやってやってるだけだから分からないけど、見ながらそれを考え、いや考えてるって、なんかね色見てこうかなみたいな考え、なんだろうね、なんだろう、なんかもうそこまで考えなくても置けるようになった。こう連鎖のこと、そんな色見て、あ、これこの色だからここだなみたいなそんな感じ。もっといい方法はあるかもしれないけど、私はちょっとそんな調べてみたりしてないからめんどくさくて、それ見たところでできる気がしなくて。そんな感じ。階段積みと、なんかそのちょっとした積み方は、あの
ぷよぷよで言ってたけどアプリでなんぷよぷよのアプリ違うソフトでこのゲームでその積み方教えてくれるモードがあってそれで言ってたけど、でもねあれ難しいねある程度同じ縦に積んでおけば連鎖するっていうの確かに縦ね。でもなんか連鎖たくさんしたいんだったら縦じゃなくて横に積んだ方がいい。わかるかな。縦になんか階段積みみたいな。階段積みは難しいの。なんかちゃんと来てくれればさ同じ来てほしい色が来てくれればできるんですけど、こうやって積んでいくことは結構難しいので、縦に積んでいくこと。赤と青で描こう。よいしょ。こうやって積んでいくことは難しいから横でこう積んだりすると横の列にもこの適当に描いてみよう。だから連鎖が起きるかな。そうだ、どうやって置くかな。私この感じ、あ、分かんない。よいしょ。むずっ。これはちょっと、ああレース起きるな。これこんな感じ。あ、これ横、これ違う。こんな感じで縦に一色集めるんじゃなくて横に積むの。わかる。ここだったらこうみたいな。横の列にもこうなんていうのやって、そうすると連鎖を起こした時にその積んでる列だけじゃなくて横の列もずらすことができるよね。そのぷよ1個分とかぷよが1つでもさ、4つのうちの1つでも違う列にいればその列もぷよを1個分ずらすことができるから連鎖が起きる可能性が増えるんですよ。でこの場合は緑と赤が落ちてきたとしたらここに緑を置いて赤ね、次赤をその緑の上に置く。そしたらここが消えてキャップが、もう分かるよね多分。ちょっと残るんですけどここが消えるから、ここがここと青が赤と青が同時に消えるかな。こことこの青が同時に消える。こことこことここ、この赤3つは残るけど、こんな感じ。こんな感じで積んでる。画面見せれないからねあれなんだけど、いつもの私の積み方こんな感じです。4つか、そう4つから消える。不要3つじゃ消えない、4つ以上重ねると消えます。そうだからうまく積むのが必要ですね、連鎖を起こすには。
そう、縦で積むのもいいんだけど、私はそうだから横にも行くように積んだり。いろんな列のプヨがその1個消す、1個か2個消すだけで動くようにって感じでやってる。3年差まではだから起こすのは4年差もかな、4年差はその分長さを出せばいいんですけど、3年差はあんな感じでやる。4年差とか5年差だともっと長く高く横もさたくさん積めばできるけど、何年差起こそう、なんか4連鎖起こそうと思って積んでるわけではない連鎖起きるかなぐらいで積んで、ぴょぴょこ、いや講座じゃなくて、なんか私はこんな風に積んでるよみたいな感じで画面が見せれないんでね、プレイしてる画面が。そんな感じ、いつもの積み方。そう、これでゆっくり積むんだったらそんな考えずに、余裕持って積めばいいんだけど、早く積もうとしたら難しいの早く積もうとしたらね、そう、なんか早く考えないといけないから難しい。普通にコントローラーの操作ミスったりとか横一列違うところに置いちゃったりとか。スイッチのぷよぷよが人生初のぷよぷよ、そうだね、そう、ひなことマネージャーさんと3人でした時もスイッチのぷよぷよです。間違えてバスのとこ見ちゃった、そのバスめっちゃ似てるね、そのおじゃんぷよのさその赤いバスめっちゃ似てるそんな感じのバツ。でもぷよぷよフィーバーはそのバツが2個あるの上に2個ある1個じゃない、びっくりした最初見た時。そのいつもある場所と左かな、左か右どっちかに続けて2個置いてる、1個多いぷよぷよフィーバーの方、一人でぷよぷよモードの。今日寒かった、普通に寒かった。でもなかなか配信でさ超えないんだよね30人を。今日もなんかめっちゃ早く負けちゃったし12人ぐらいで10分ありがとう教えてくれて。じゃあそろそろランキング読むか。13位から読みます。13位カズさんありがとうございます。12位ラクラクさんありがとうございます。11位プッチーニさんありがとうございます。10位ウッシーさんありがとうございます。
9位しんさんありがとうございます。8位 WY アットマーク影の守護神エンジェルゾイさんありがとうございます。次7位トシノリさんありがとうございます。6位香港の春マーアットマーク京香ちゃんレアカード入札中さんありがとうございます。次5位バトニーさんありがとうございます。4位ラボーナさんありがとうございます。3位リックさんありがとうございます。2位グラントさんありがとうございます。そして1位が博多バリカタマンアットマーク強化軍団さんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。やばいホワイトボードよし、じゃあそろそろ終わろうかな今日は。ちょっとエイペックス時間あるときにやっときますね。設定できるかわかんないけど無理そうだったら諦めよう調べようかな。そしたらちょっとなんかできなかったのでさっき、また後で明日ぐらいにやってきます。そう初期設定がねちょっとうまくいかなかったので後でやってきます明日。そろそろ終わろうかな。じゃあお風呂に入ってきます。じゃあありがとうございました。バイバイ。おやすみ。おやすみ。おやすみなさい。バイバイありがとうございました。